湘南ゼミナール、ズームでやってるんですね。めちゃめちゃやりやすいですね。じゃあ動画を撮れるし、そのチャットの履歴っていうのも全部データに残せるんですよ。はいはいはい。お給料は？これはね、ちょっとね、これは。Hello there. 今回はですね、そうです。可愛い塾が5月の対面授業中止になりました。まあ現状ね、そう学校、高校とかもね、やってない状況ですから、まあ仕方ないですよね。まあ、前代未聞の出来事がついに起こったっていう感じですね。で、寸大に関しては、1学期丸々休校っていうのが決まっていますよね。このね、休校期間一体どれだけ続くのかってね。河合塾の場合、その担当する授業はどの先生か知らないですけど、誰かが取ってて、それを生徒たちは家で受講するっていう形になってます。多分寸大も同じ形だと思うんで、ちょっとですね、寸大の日枝先生に電話して聞いてみます。あ、どうもどうも。お疲れ様です。すごい久しぶりに。はい。声だけ、あ、出ます？顔。顔出してもいいですけど、全然。いや、いいっす。どうなんですか？今、授業自体はどうなってる感じですか？今のところ、青いゼミ自体は普通にやっていて、はいはい。で、寸大とエミールに関しては、とりあえず、一旦ライブは休止ですよね。で、エミールは映像を撮る予定で、はいはい、で、寸友は、まあ、ライブができなければ、まあ、ズームかなんかで授業する感じですかね。おぉ。大ゼミもズームで授業やってますね、今ね。あ、ちょっと待って、何ゼミって言いました？ちょっと聞こえなかった。小ゼミ？湘南ゼミナール。あ、小ゼミって言うんだ。初めて知った。はい。そうそうそう、略してね。湘南ゼミナール、ズームでやってんですね。ズームでやってますね。すげえ。ちょっと詳しく聞くんですけど。じゃあ最初寸大は誰かがその担当してるやつやってるってことですよね。そうだと思います。そうだと思います。マジで、はい、マジで俺情報入ってこないんですよ、寸大の。なんで寸大講師なのに。そう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 。だからどういうふうに、ただまあこう断片的な情報を組み合わせると、基本的にはこう多分誰か一人の先生が、はいはい、まあ、一つの授業をやっているっていう形なんで。なるほど。じゃあ、河合と同じですね、そこは。多分、河合と同じですね、そこは。寸大ってでも、スタジオとかあるんですか？多分、ないと思うんで。うん、最初あれですよね、最初、欠席フォローシステムってやつあるじゃないですか、寸大の。はい。あれで、映像を撮って配信していたみたいなんですけど。うん、なるほど、あ、そうですね。寸大っていうのは、ね、全部の授業を録画されてるんですもんね。あ、そうです、そうです。で、欠席した人とかはそれを見ることができるんですよね。そうです、はい。で、それを最初は使ってたと。なるほど。最初使ってたみたい。多分使ってたと思います。うん、はい。でも新たにじゃあ撮って、もっと画質のいいものを撮ってるってことね。多分そうですね、はい、うん、そうだと思います。わかんないです、これでね、寸大の人に後でね、コメントで叩かれるかもしれないですけど。違うわとか言って言われると。違ったら違ったで別にね、刺激してもらえればいいんですけど。なるほど。あ、そういう感じですね。で、まあ1学期は全部もう中止ってこと決まってるんですよね。一応対面が、まあ、再開できるようだったら再開する可能性もあるみたいなんですけど。はあ、ははあ、は。ただ、うん、多分1学期の間は多分厳しそうだろうと。なるほど、なるほど。いうことにはなっているみたいですね。はあ、お給料は？これはね、ちょっとね、これはダメ。はい、これはね、まあ、ちょっとカットしますね。ピーでしょ、ピー。はい、はい、わかりました。ピー、ピー入れてください。ピー、はい、入れます。自分で勝手に。はい。お給料は、はい、おー、なるほど。だから、河合とヨゼミですか、確か。あ、ヨゼミなんだ。これもちょっと、ピーで、すいません。おー。かわい、かわいはそうです。はい、よくありますね。かわい塾は。まあ、もう使えない。これはね、これね、俺ね、うん、あのね、もうね、相当使えないこといっぱい言えそう。ズーム授業はどうですか、ズーム授業。あ、ズーム授業は、個人的にはめちゃめちゃやりやすいですね。そうなんですね。うん。基本的に、ワードファイルとかを共有しながら、そこに色付けしたり、打ち込んだりしながら説明していくっていう感じですね。ほう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 。うん。
なので全然ズームで授業できるなって思いましたね、やってみた感じは。そうなんです。今湘南がそれでやってるんですね。小積みそれでやってますね。すごい。どうしよう、これメインチャンネルにも載せたいぐらいのすごい内容。お、いいっすよいいっすよ。ピーね、ピーね。そうそうそう。でも P 入れなきゃいけなくなっちゃうから。そこ。そうそうそう。まあでも、ズーム結構ポテンシャル高いなとか、まあ別にズームに限った話じゃないですけど、はいはいはい、やっぱりそうなんか、画面共有しながらの授業ってめちゃめちゃやりやすくて、なんでなんかまたそういうのは一つ、今後の、まあ、授業のあり方のポテンシャルとしてはね考えられるなと。なるほど。いや、いいこと聞いた。なんですか。あ、でも湘南、そっか、湘南だからたくさんいるわけじゃないですもんね、生徒はね。いや、でも、まあ、ちょっと人数は、まあ、そうか、言えないですね。P なんですけど、はい、今俺が持ってる講座が、そんなにたくさんいる中、うん、それ画面どうなんですか。あのこっちの画面共有してるだけなんですよ。で、生徒は顔も映さないし、はいはいはい、発言も基本ミュートなんですけど、はい、コメントとか質問だけはチャットで送れるようにしてるんですよ、一対一。なるほど、なるほど。ほうほう。じゃあ、例えば、英作文やるじゃないですか。和文訳とかやって、はいはいはい、じゃあなんか、こういう、なんか質問とか別解とか、あったらいいよって言ったら、生徒たちがポン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 質問してくるんですよ。もう、なるほど、なるほど。多分ね、15個とか20個とか質問来るんですけど、まあ全員質問来るわけじゃないんで、はいはい、別になんか一つ一つに対して、あ、これはこうだ、これはこうだね、パパってその場でさばけばいいんで、はいはいはい、意外といけますね。本当にその場で質問拾えるっていうのはすごいいいなと思いましたね、うんうんうん、やってて。なるほど。あ、じゃあ別に生徒たちの顔は見えないわけですね。見えないですね。生徒同士が見えちゃうとちょっとプライバシーの問題だから、そうですね、コンプライアンス的な問題も出てくるんで、うんうんうん、家から受けてるんで、はいはいはい、そうなんで基本的に生徒が見てるのは俺のパソコン上に映してるワードファイルと、はいはいはい、あと右上にちっちゃく俺の顔あなるほど、なるほど、っていう感じですね。そういった形でやってるんですね。そう、正直全く不満は聞かれないようですね。へえ。ちなみに高校3年生なんですけど、また低学年だったらね、はい、分かんないんですけど、はいはいはい、少なくともまあ高3であるとか上位のクラスとかだったら全然これで多分いけるなっていう感じがしますね。ある意味湘南ゼミナールの宣伝になっていただきます全然いいっすよ、問題ないです、全然宣伝してくださいじゃあ水友もそんな感じでやるかもしれないところから。やるなら多分その感じで、俺はそれでやりますね。多分これも結構科目の特性とかあって、はい、じゃあ例えば数学とか物価だったらどうなのかっていう問題も出てきますし、ほうほうほう、英語は少なくとも俺はそのワードファイルとズームを使ったものでシンプルだけどもそれで十分成立しちゃうんで、うんうんうん、なるほど、成功かなと思ってますね。これは貴重な情報ですね。ああ、よかったです。もう先生なんか当たり前にやってるんで全然情報がどれだけ価値があるか分かんなかったんですけど、もうどんどん使っちゃってください。いや、みんな本当にどうやってやったらいいんだって今なってる人すごく多いんで。あ、そうなんですね。いや、結構やりやすいですね、個人的には。まあそっか、青泉はね映像だから全然。青泉はそうですね、映像なんで、まあ、特に問題なく続いているっていう感じですかね。寸大だけがどうすんだいみたいな感じで。そう、寸大だけにね。そう、寸大だけにどうすんだいっていう感じで。いやー、だからやっぱり、じゃあ仮にね、1学期の間全部映像になったとするじゃないですか。はい、で、じゃあ2学期から対面に戻った時に、あ、俺高3持つんですけど、はい、残り半年でどうすんのかなっていう、どうすんだいっていう問題もちょっとありますよね。かといって、じゃあ今何かできるかって言っても、まあ結構いろいろなコンプライアンス上の問題が生じてくるんで、うんうんうん、できないんですよね、正直ね。そこはすごいね、葛藤ですよね。まあしょうがないんですけど、映像担当していただいてる先生に、1学期の間はね、お任せするしかない感じですね。そうですよね。だから自分もね、担当してる人が、いるわけです。あ、そうそうです。それで、あ、どうなんですか、可愛いその担当してる授業見れるらしいんですよ、先生。あ、らしいですね。それは自分も結構各所から情報で入ってきてるんですけど、寸大は多分見れない。少なくとも見れるという旨は聞いてないですね、自分は。なるほど。だから僕らは前の先生がどういうふうに教えてたかっていうのを見れて、 そうですよね、それを参考に。まあ確かにそれでもな、これだって5月中も全部なくなっちゃったらその分の授業を全部見るって辛いなって。そうですよね。仮に授業全部見て その上でやるってやっても結構見る時間も取られるというのもありますし、まあ、ある程度前期の間にね、まあ、基礎事項の確認とかもしておきたかったんで、うん、改めて何を教えてるのかっていうのね、そうなんですよね、わかんない状況で。わかんないですね。いや、本当に誰が教えているのかすらわからない状況なんで。確かに。そうですね。僕もそう。チェックしてないや。
見てください、はい、ちゃんと河合塾は見れるんですから。そうですね、羨ましいな。まあいずれにせよ、まあ基本やっぱ駿台河合のゼミ、まあ大手と呼ばれるところは映像による配信になってしまうんでしょうね、うんうん、なるほど、うん、それに対して湘南とかだったらズームとかの双方向みたいなのが可能になると。そうそうそう、うん、やっぱ結構小回りが効くんで、組織がね、うん、あまり大きくなければ結構その辺ね、なるほど、一気に舵切れていけるからやりやすいかなと思うんですけど、かなりでかくなっちゃうとね、収集つかなくなっちゃう可能性あるんですよね、うん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 、特にズームとかに関しては、そうですね、そう、ある程度なんだろう、クローズドなやり取りもしようと思ったらできちゃう可能性があるんで。そうか、なるほど、うん、そこから全部管理しようとすると結構やっぱ大きい組織だとやりにくいのかなって気がしました、うん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 、確かにそうですね。日枝先生もそういう裏やり取りで金をね、一問に対して一問500円だからなお前ら。いやね、あの A 作文はねっつってね。例えばと Zoom で授業やるときに、はい、全部動画撮ってるんですよ、それを。おお、なるほど、やり取りを、そうですね、撮っとかないとダメですよね、管理するときね。そう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 、じゃあ動画を撮れるし、そのチャットの履歴っていうのも全部データに残せるんですよ。はい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 、なんでそれを全部データに残したものを湘南ゼミナールの先生に渡してるっていう感じなんで、うーん、なんでこう記録とかやり取りとか全部残ってるんで、まあ、非常にクリーンな、うん、はい、クリーンな、まあ、別に大丈夫だと思うんですけどね、基本的には、ね、なるほど、うん、まあ一応、ね、あとはまあ休みもクソもないんですけど、まあ、一応まあもう一回見直せるようにっていうところもある。まあ、できますよね、うん、なるほどなるほど、当心は在宅があるから、うん、そっちを使えばいいのかな。そうっすよね、もう今なんかね、無料ですごいとか言ってみんなね、当心すげえ無料でとか言って、あ、今当心全部無料で開放してる感じなんですか。いやいや全然全然、講習講座2講座開放なのに。あ、なるほどなるほど、みんななんかうおすげえとか言って。毎年やってません、それ。なんか普通にあれは招待講習ですね。なるほど、まあ2講座、2講座ね、通期講座2講座開放だったらすごいってなりますけどね。いや、そうしたらもう最強だと思う、うん、まあ、それは割とおっしゃる通りですね。なんで講習講座なんだ。まあでも大手は1学期の間は相当難しそうな予感はしますけどね。じゃあ別にまあ日枝先生自体には何かしら被害とかは別にないと今のところ。そうですね、正直そんなに大きな影響が出ているっていう感じではないですかね。まあもちろん影響はあるんですけど、はい、なんか別にそんなに収入がめちゃめちゃ下がるみたいな感じにはならなそうですけどね。なるほど、なるほど。まあやっぱいろいろちょっと職場分散させておいたおかげでね。うん、確かにそうですね、うん、一つのとこでね、一つがボンってダメになっちゃったらね。あ、そうですね、それで終わりですからね。そうですね、だから卵はいろんなバスケットに入れておかないとね、割れちゃう可能性がありますから。おお、これでいいですかね、これでエンディングって感じ。じゃあ、はい、いや、よかった。そのまま流すんですか、森田先生が自分で語る感じにするんですか、どっちにするの。編集します、この喋ってるやつを。あ、この喋ってるやつを編集してそのまま流すんですね。そうそう、じゃあめっちゃピー入れといてさ、ピーちょっと判断ができないっすわ。いや頼みますよ、ほんとね。いい内部情報とダメな内部情報あるから。その判断がね、まあでも当時辞めたあたりからつかなくなってきて、うん、ああもうね、病気病気、ほんと病気では。ここまで入れましょう、やり取り。わかりました、じゃあ、まあ、森田先生もぜひあのお体にお気をつけて。 ありがとうございます。筋トレはじゃあもう家でやってる感じですね。そうですね、もうダンベル買ったんで安定ですね。安定。はい、全く問題ないです。はい、ありがとうございます。じゃあまた落ち着いたら、じゃあ、はい、おごってください。はい、了解です。呼吸焼肉、はい、そうですね、はい、OK です。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なるほど、そういう形なんですね。いろいろとあるわけですね。まあ大変なことになってるっていうのはよくわかりましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.